2008年のレバノンの武力衝突期間の3月9日にベイルートで掲げられた SSNP の旗大シリアシリア社会民族党はシリアやレバノンなどの世俗主義のナショナリストの政党。SSNP は現在のシリアレバノンイラクよるダンパレスチナキプロスクエェート市内半島トルコ南部イラン北部などを含む肥沃な三日月地帯にまたがる。 大シリアの民族国家を建設すると主張している。シリアでバース島に次いで大きい政治的集団で構成員は10万名を超える。党員の多くがシリアレバノンの東方正教徒と,とされ、世俗主義の姿勢を取ることからイスラム教の党員も存在する。SSNP は1932年にベイルートでアントン・サーデによって創立され、 特に1949年と1961年の政変を含めレバノンの政治で大きな役割を演じた。1982年からのレバノンのイスラエルによる占領に対する抵抗活動は現在も継続しており、アマルやヒズボラと共に抵抗開発ブロックである3月8日、同盟に参加している。シリアでは SSNP は1950年代に 主要な政治的勢力となったが、1955年にシリア社会民族党員がアドナン・アルマリを暗殺したことは、水面下で連携を模索していたシリア共産党とバース党に口実を与え、徹底的に弾圧された。しかし組織は残り、2005年にバッシャール・アル・アサド政権で合法化されて、バース党が指導する国民進歩戦線に入った。シリアにおいて同党は、 イサーム・マハー・イリー派とインティファーダ派に分かれておりない。インティファーダ派が2012年に国民進歩戦線を離脱、変革と解放のための人民戦線に参加した。ただし、インティファーダ派は代表のアリー・ハイダル氏が2012年以降も国民和解担当国務大臣を担当するなど、バース党とも共同しているほか、2014年にインティファーダ派は変革と解放のための人民戦線を、 離脱した。また、シリア内戦においてシリア社会民族党の民兵組織は、シリア政府軍に組みして、反体制武装勢力と戦闘を行っている。ありがとうございます。